こんにちは、東京ときめきチャンネル MC の吉成聡です。8夜連続カップルインタビュー企画の3日目は付き合って1週間の新大学1年生カップルです。年齢と職業だけ教えてほしいんですけど、まず彼氏さん。18歳で大学生です。18で大学生です。同じ大学です。同じ大学なんですね。2人は付き合ってどれぐらいですか？1週間ぐらい。1週間ぐらい本当に付き合いだけですね。出会った時の彼女の印象はどうでしたか？クソ可愛かったです。ですよね。彼女さん、彼氏の印象は？めっちゃなんかこういうタイプ初めてなんで、はい、本当にかっこよかったです。ちなみにこういうタイプって彼氏とどんな感じでしたか？なんか、はい、ダンスやってんですよ。彼女の好きなところはどこですか？いや、普通に全部ですね。全部？はい。彼女さん、彼氏の好きなところは？一緒にいて楽しいところです。彼女さん、彼氏のちょっとここ直してくれればいいなっていうところがあったらこの機会に教えてほしいんですけど。それは工夫を書いて。あれ、もうなんか何かやばいことがあるなんだろう、私といるときはこんなんなんですけど、はい、なんか他の人といるときなんかちょっと静かなんですよ。出す人と出さない人とかあるじゃないですか。出せる人と素顔を出してほしい。彼女さん、彼氏のなんか気になる癖みたいなところってあったりしますか？あー、鏡見ると踊っちゃうみたいな。踊り出す。家とかで皿洗いに行こうとするじゃないですか、はい、で、ちょっと音楽かけたら、はい、もう皿洗うこと忘れてそのまま踊っちゃうみたいな。ちなみにこう どういう系のダンスなんですか？ロッキンってわかります？ファンクミュージックみたいな、ジェームズ・ブラウンとかあるじゃないですか。でも立ったままでちょっとできるものですか？はい、できます。いや、大丈夫、それは大丈夫です。それは大丈夫です。彼氏がもし浮気しちゃったら彼女さんどうしますか？浮気したら浮気しないと思います。素晴らしいっすね。なるほど。めっちゃ彼は浮気しないと浮気しないと思います。実はすんごい全身整形していて昔の写真が別人だってことが判明したらどうしますか？いや、今は今じゃないですか。過去は過去でみたいな。関係ない。それはそれ、それです。いや、ほんとだ。二人のファーストキス的なものって、なんだろう。友達、あの大学の他の友達と夜お泊まりしててみんなでみんなでお泊りっていうか、なんだろう、なんか遊んでて、その DVD 鑑賞とかして、なんか流れみたいな。みんなが見てないところで。見てました。ノリ的にやっちゃえよみたいな。はい。ちなみにそれっていつ頃なんですか？昨日。じゃあキス以上っていうのはまだ。彼氏から最後、この愛の証として、ほっぺたにチュッっていうのをカメラの前でぜひ。マジっすか？マジっすか？誰？これ原宿ですよ。はい、じゃあ行きます。3、2、1、どうぞ。うわー、ありがとうございます。インタビュー以上です。東京ときめきチャンネル、また見てね。また見てね。いかがだったでしょうか？4日目の明日は新高校2年生のとても初々しいカップルです。ぜひお見逃しなく。この東京ときめきチャンネルでは皆さんのご意見ご感想、新企画を募集しております。ぜひ各動画のコメント欄にコメントいただければと思います。まだチャンネル登録をしていない方、パソコンの方はこちらから、携帯スマートフォンの方は動画の下のチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録をお願いいたします。